はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、いよいよ8月2日のトレードデッドラインも目前となりました。今年は7月中旬にドラフトが行われた関係や、またプレーオフ枠の拡大によってボーダーのチームを中心に買い手に回るか売り手に回るかをギリギリまで見定めている印象で、ベニテンディやカスティーヨのトレードなどはありましたが、ここまでは例年と比べれば割と静かな移籍市場でしたよね。いつトレードが来るかと楽しみにしていたら、デッドライン前日の今日、急に市場が活発となってトレードがバンバン成立しました。これぞトレードデッドラインという感じで、正直ついていくだけでも一苦労なんですが、明日のデッドラインまでまだまだ選手の移籍は続くでしょう。今日は結構大物選手も動きましたので、少し駆け足になってしまうかもしれませんが、今日まとまったトレードについていろいろと話していこうかなと思っています。はい、まずはパドレスとブルワーズのトレード。個人的にはこれが今日一番の衝撃でしたね。ジョシュ・ヘイダーがパドレスへ移籍となり、ブルワーズはテイラー・ロジャース、ディネルソン・ラメット、プロスペクト2人が移籍となりました。ヘイダーのトレードに関してはそれこそ年単位で噂されてはいたものの、やるとしてもオフかなと思っていたので、まさか地区首位を快走している今ヘイダーを出すとは正直予想できていませんでした。パドレスは開幕直前に新守護神としてツインズからロジャースをトレードで獲得し、初めは割とうまくいっていたんですが、ここのところセーブ失敗が相次いでいたため、彼に代わるクローザーのアップグレードとしてヘイダーを獲得した感じでしょうか。一方でヘイダーも今季オールスターには選出されたものの、先月7月はかなり打ち込まれてしまって、11登板で13失点、失点した試合が6試合とちょっとらしくないピッチングが続いていました。ブルワーズとしてはヘイダーの価値が下がる前にいい値段で売ってしまおうという動きにも感じられました。双方のこのトレードによるプラスマイナスも考えてみましたが、なんといってもパドレスはクローザーのアップグレードに成功。パドレスは今季タティスジュニア抜きでも好成績を収めていて、そのタティスも時期に復帰すると言われていますので、フロントとしてはヘイダーの加入、タティスの復帰によってさらに上を狙えると判断したのではないでしょうかね。プレイオフなど僅差のゲームでヘイダーは重宝するんじゃないかと思っています。一方で懸念材料としては、やっぱり先月のヘイダーのパフォーマンスで、彼もデビュー以降かなりの試合数投げているわけですから、いつ下り坂に差し掛かってもおかしくはない点と、あとは結果的にパドレスはロジャース獲得時にツインズへ放出したクリス・パダックと、今回ブルワーズへ放出したディネルソン・ラメットという2人の自前の若手先発を実質ヘイダーに変えたことになりますが、2人とも少し価値が下がっているタイミングでのトレードとなってしまった点は少々もったいないのかなと。パドレスとしては今年と来年を非常に大事な年と考えて、今回のトレードをまとめたものと思いますので、それが実るといいですよね。一方でブルワーズについては、ヘイダーの穴は決して小さなものではなく、特にポストシーズンも見据えれば力でその場を制圧できるリリーフを出した点がどう響くか気になるところであるんですが、デビン・ウィリアムスもいますし、ロジャースもクローザー以外の役割なら本来のパフォーマンスも取り戻せる可能性もあるため、一応ブルペンのシャッフルで対応は可能。短縮シーズンながら2年前サイヤング賞候補にもなったラメットをかなり安く変えた点も良いのかなと。ブルワーズは先発育成もうまいので、移籍後ラメットがまた先発として活躍できるなら、これはバーゲンになるかもしれません。ルイーズもマイナーでは結果を出していますので、個人的にはブルワーズの見返りもなかなかいいものなんじゃないのかなと思いましたね。はい、続いてヤンキースとアセチックスのトレードですが、ヤンキースがフランキー・モンタスとルートリビーノを獲得し、アセチックスは4人の選手、JP シアーズ、ケン・ワルディチャック、ルイス・ベディーナ、クーパー・ボーマンを獲得しました。セベリーノが離脱し、ローテーションの補強を目論んでいたヤンキースは、カスティーヨこそ逃しましたが、予定通りの先発補強。カスティーヨに次ぐ先発投手のモンタスを獲得し、さらに今季調子は悪いものの実績のあるリリーフピッチャートリビーノも獲得し、先発とブルペンの両方を補強。一方のアセチックスは昨年のオフから主力選手の放出を進め、モンタスがその最後にも近い立ち位置になりましたが、ついにモンタスも放出と。レッズがカスティーヨでマリナーズから得たパッケージと比べると少し安めかなという印象はあるんですが、今季ブレイク中のワルディチャックを筆頭に、投手メインのなかなかのパッケージは手にしたのではないでしょうか。双方のこのトレードによるプラスマイナスを見ていきましょう。ヤンキースはセベリーノに代わるローテ上位クラスのピッチャーモンタスを獲得できたのが何より大きい。ヤンキースがプレイオフ進んだ際にはアストロズの存在が一つ大きな壁になると思うんですが、西地区でプレイしてきたモンタスはキャリア通してもアストロズ戦で結果を出してきていますので、この点もヤンキースにとって支えとなるんじゃないのかなと。そんな素晴らしいピッチャーをヤンキースはトッププロスペクト抜きの割と許容範囲のパッケージで獲得できましたので、文句なしの補強なんじゃないのかなと思いますね。唯一心配されるのがモンタスの右肩の状態で、先月右肩の炎症で少し登板間隔を空けたりもしていましたが、前回登板で5イニング投げましたので、ヤンキースとしては問題ないと判断しているんでしょう。アセチックス側はちゃんとモンタスを売り抜いて、ワルディチャックやメディーナと高いポテンシャルを持ちながら、しかもダブルAやトリプルAなど割とメジャーに近い選手たちを手にして、粛々と再建をまた一歩進めた感じですね。
ただ再来年まで保有できるトリビーノを壊滅的な成績を残している今売ったのはなんかもったいない感じはするんですが、まあセチックスの財政状況も考えると今売らないことには仕方ないのかもしれません。続いてはアストロズ、レイズ、オリオールズ間で成立した三角トレードですが、アストロズはオリオールズからトレイ・マンシーニ、レイズからマイナーのピッチャージェイデン・マレーを獲得、レイズはアストロズからホセ・シリを獲得、そしてオリオールズはレイズからセス・ジョンソン、アストロズからチェイス・マクダーモットを獲得しました。アストロズはファーストのグリエルが今季なかなかバッティングの調子が上がらず、またレフトのブラントリーの復帰目処も立っていないことから、マンシーニで堅実な補強をした感じですね。レイズは外野手に怪我人が相次いでいるため、シリで外野補強。オリオールズは今季予想以上の健闘を見せてワイルドカード争いにも加わっていますが、そういったチーム状況に左右されずに今季オフに FA になれるマンシーニを確実に打って、プロスペクトを補充した感じの動きとなりました。昨年のマリナーズがプレイオフ争い中にグレイブマンを放出したのと近しい動きに出た印象ですね。このトレードは3球団ともにプラスの側面が大きいようにも思いました。アストロズは堅実にファーストをアップグレードし、グリエルを無理に使う必要がなくなりましたし、ブラントリーが戻るまではレフトでマンシーニを起用できる点もプラス。今季マンシーニは長打が減っている印象ですが、打球関連の指標はむしろ昨年よりも良く、回収によってレフト側がかなり広くなったカムデンヤーズを出て、逆にレフト側が狭めのミニツメイドパークに来ることの恩恵はかなり受けられるんじゃないのかなと、このトレードによるマイナスもアストロズはほとんどないんじゃないのかなと思っています。レイズについてはシリ1人に2人出した点は少し払いすぎかなと思っていましたが、放出した2人はコンフルール5ドラフト対象で40人枠への追加が必要と聞いて納得しました。シリはまだマイナーリーグオプションが残っている点使い勝手は良く、昨年デビュー直後のパフォーマンスはポテンシャルの高さも感じさせるものでしたので、レイズで跳ねればなかなか面白そうな素材。オリオールズについてはプレーオフ争い中にマンシーニを放出することになったので、チームの士気への影響は心配されるところですが、ジョンソンとマクダーモットという共にチームの傘下トップ10に入っていたプロスペクトを手にしましたので、残り60試合程度のマンシーニに対する見返りとしては十分なんじゃないのかなと思います。またアストロズはレッドソックスともトレードを成立させ、キャッチャーのクリスチャン・バスケスを獲得。見返りとしてレッドソックスはプロスペクトのエマニュエル・バルデス、ウィリア・アブレイユの2人を獲得しました。ほとんど隙のないロースター編成をしているアストロズですが、唯一キャッチャーだけは少々不安があって、マルドナードはもちろん守備面で特に投手陣からの信頼も厚い選手でありますが、バッティングがどうしてもやっぱり物足りない。またマルドナード以降のキャッチャーもいないに等しかったため、ここでバスケスという実績のあるキャッチャーを連れてくることになりました。一方でレッドソックスはワイルドカード圏内まで3ゲーム差と、まだプレイオフを諦めるようなゲーム差でもないんですが、ただ7月8勝19敗と大きく失速したことから、買い手と売り手両方の動きを見せるかもと言われていた中でバスケス放出に出ましたので、 FA が近い選手を中心にデッドラインまでもう少し動かしてくるかもしれませんね。マンシーニのトレードもそうですが、バスケス獲得についてもアストロズは着実に穴を埋めた感じで、バスケスがスタメンマスクを被る際にはアストロズ打線本当に穴という穴がない印象ですね。マルドナードとバスケスどっちがスタメンを今後多く務めるのかは分かりませんが、どっちがスタメンでも実力的には問題なく、不測の事態への備えとしてもいい補強ですよね。ダブル A とトリプル A で23歳ながら大活躍している内野手バルデスや、ダブル A で結構打っている外野手アブレイユを惜しむ声もあるようですが、出しすぎという感じでもないでしょう。で、レッドソックスについては売るべき選手をちゃんと打った点は将来においてはプラスなのかなと。せいぜいワイルドカードしかいけないのであれば、まあ、完全に今年のプレーオフ争いを諦めるわけではないにしても、売り手寄りのスタンスも入れて将来へ備えるのも、それはチーム作りの考え方の一つだと思います。コンフ FA となるバスケスを使って、マイナーで結果を出している選手2人取れたので、まあ良いんじゃないかなと。ただまだプレーオフ争いするのであれば、キャッチャーのバスケスの穴はそう簡単に埋まるものでもないと思うんですが、このあたりは今後どうするんでしょうかね。その他今日トレードとなった主な選手たちはご覧の通りです。レッドソックスが完全に売り手に回ったわけではないのを証明するかのように、レッツからファムを獲得。ヤンキースはアスレチックスとのトレード以外にブルペン補強としてカブスから変則ワンエフロスを獲得したり、ヘイダーを放出したブルワーズもレンジャーズからマット・ブッシュを獲得。カスティーヨ、モンタスを逃したカージナルスはパイレーツからホセ・キンターナを獲得し先発補強。2年連続の世界一を目指すブレイブスはタイガースから今季不振の外野手グロスマンを獲得し、昨年思い出す補強を見せればウィル・スミスを使ってアストロズからオドリッチを獲得し先発補強も達成。という感じでどのチームも着々と動き始めたトレードデッドライン前日。トレードデッドラインまで残り24時間を切っていますが、果たしてコンテンダーのチームを中心にどのように動いてくるのでしょうか。この後の動向も目が離せません。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。